コントラファゴット、コントラファゴットは、木管楽器の一つで、ファゴット同様、上下に組み合わされた2枚のリードによって、音を出す、ダブルリード、複公式の管楽器である。コントラバスーン、ダブルバスーンとも言う、コントラファゴットは、ファゴットの倍の管長を持ち、1オクターブ低い音を出し、一般的に、オーケストラ、吹奏楽で使用される、 管楽器の中で最も低い音が出せる木管楽器である。艦長は6メートル近くに及ぶため、4階管を折り曲げている。重いため、ストラップではなく、エンドピンで楽器を支えることが多く、指と首、あるいは肩の負担を軽減するために、これらを併用する場合もある。全長は投稿目の写真のようにベルが、楽器の中ほどにあるもので、約140センチメートルあり、 ベルが上部に来るものや最低音が拡張されたものになるとさらに長くなる。楽器本体重量は約 6kg である。リードはファゴットのリードより一回り大きなものを使用する。形状はファゴットのリードとほぼ同じで振動面が広い。音域は一般的なピアノの最低音より半音高い変動音から髪型に3オクターブほどである。 ファゴット奏者が演奏し、中引く音域に関しては、ファゴットとほぼ同じ指使いで、ちょうど1オクターブ低いが出るため、一般に1オクターブの異調楽器として寄付する。ただしリヒャルト・ワーグナーの、パルジファル、ワーグナーの還元楽法を学んだクロード・ドビュッシーの、イベリアや、海は一部を除いて、実音表記されている。楽器によっては、最低音が半音あるいは全音拡張されて、いよと、 変異音まで出るものもある。木管楽器の最低音を担い、中規模以上のオーケストラの編成で用いられることが多く、近現代の大規模な還元楽曲では日常的に見ることができる楽器である。また、大規模な吹奏楽の楽曲でも編成に組み入れられる場合がある。日本国内においては、かつてはその高額な価格ゆえ、アマチュアでは所有者、所有団体も少なかったが、 近年は一部のメーカーから日本円換算で100万円台という比較的安価で品質の良いものも出回っていることから所有者も増えて来ている。一方で500万円超もしくは時価という高級機も存在し依然特殊楽器の色合いが濃いとも言える。演奏には比較的必要な息が少ない通常のファゴットよりも多くの息が必要である。 ブラームスの公共曲第1番は低音を効果的に使っている。古くから楽器時代が希少であったわけではなく、ベートーベンの公共曲第8番の初演の際には、同時に演奏された公共曲第7番を含め、スコアに指定がないにもかかわらず、コントラファゴット奏が2人参加した記録がある。室内楽では、古典派時代のハルモニー無ク、管楽セレナードなどで、 指定のあるなしに関わらず日常的に使用された。モーツァルトのグランパルティータではコントラバスが指定されいるにも、関わらず音色の統一を目的にこの楽器が使われることがある。モーツァルトがこの曲でコントラバスを指定した意図が明確でないため、一概にこの代用が誤りとは言えない。同系統の楽器に、 ドイツのボルフ社が開発したコントラファゴットの改良型、コントラフォルテ、コントラフォーテがある。最低音は、通常のコントラファゴットよりも、半音低い音。音域は4オクターブ半に及び、高音域が痩せる傾向にある、通常のコントラファゴットに対して、全音域通して、ほぼ一様の音質になる。また、ダイナミクスレンジが、通常のコントラファゴットよりも広い。 また、コントラフォルテは、ベネディクト・エッペルスハイム管楽器でも製造している。17世紀の中頃に開発され、当初は、長大なファゴットの姿をしていた。現存する最古のものは、1714年製で、3件で、ある。バッハの楽曲や、ヘンデルの、王宮の花火の音楽、ハイドンの、天地創造、式、モーツァルトの、フリーメイソンのための創造音楽などでも、 用いられているが、公共曲での書出は、ベートーベンの公共曲第5番の修学賞である。その後、様々な楽曲の編成に登場するが音量が小さく、表現力も乏しかったため、コントラバスサリュソフォーンなどの代用楽器に押されていたが、ヘッケルが19世紀後半に、キーの追加やチューニングスライドの追加等の改良を行った結果、音量や表現の幅などが改善され、 形状もほぼ現在のものとなった。2001年に FOX がオクターブ・キー等をさらに改良したシステムを導入、2004年に当国で特許を取得した。2005年に作曲されたカルビアホのコントラファゴット競争曲はこのシステムを念頭に置いて作曲されたため、それ以前の楽器で演奏することは非常に困難である。コントラファゴットのために書かれた作品も この楽器を専門とする演奏家も非常に少ないが、校舎ではスーザン・ニーグロ、スーザン・ニーグロが複数の CD を出すなどの活動をしている。大編成のオーケストラにおいては普通に編成に組み込まれるが、ソロは滅多に出てこないため、ここでは主にソロ、ソリなど目立つ部分が存在する作品を挙げる。中和ソロの後に中間の S からロードまでグリッサンドで降りるソロ。 作曲家の指定に現れることは稀であるため、編成に含まれる例を示す。コントラファゴットよりもさらに絶対的な台数の少ない、吹奏楽楽器コントラバスサリュソフォーンの代用として用いられることもある。また、しばしばコントラバスクラリネットで代用される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。